山中岳山中岳は、石川県輪島市生まれの競泳選手。1956年メルボルンオリンピックの400メートル、自由型、1500メートル自由型、1960年、ローマオリンピックの400メートル自由型、800メートル、フリーリレーで4つの銀メダルを獲得した。石川県立輪島高等学校在学中の1956年メルボルンオリンピックに、 出場。自由型400メートルと1500メートルの2種目では、オーストラリアのマルエ・ローズに次ぐ2位で、銀メダルを獲得した。早稲田大学進学後の1959年、自由型200メートル、400メートルで、世界新記録を作った。1960年ローマオリンピックでも、自由型400メートルで、ローズに敗れ銀メダルを獲得した。 早稲田大学卒業後、南カリフォルニア大学に留学。1961年には、2ヶ月間に自由型200メートルの世界新記録を3度更新するなど、同じ大学に留学してきた、ローズやジョン・コンラッツと共に、南カリフォルニア大学の黄金時代を築いた。1962年に、コンラッツと南米に招待され帰国の際、登場予定だった。 バリグブラジル航空810便がペルーで墜落したが、山中らは乗り遅れたため難を逃れた。1966年の全日空羽田沖墜落事故、全日空松山沖墜落事故でも直前に友人と愛、登場をキャンセルして助かっている。1964年の東京オリンピックにも出場し、400メートル自由型で6位入賞している。 三度のオリンピックで延べ七種目に出場し、四個の銀メダルを含めて全て入賞した。帰国後は、太陽漁業に就職した。マタイトマンスイミングスクールの取締役も務めている。1983年、国際水泳殿堂に選出された。山中の母親は山で、出産の数日前まで海に潜っていた。そのためか、山中は、 生まれる前から泳いでいるの逸話が残っている。1995年に行われた参議院議員選挙の比例区に爽やか新党から出馬したことがあった。2017年2月10日、肺炎により東京都練馬区内の病院にて亡くなった。78歳没。ありがとうございます。